ウーマン村本大輔またって暴言か削除し逃亡昨日芸人の村本大輔さんがツイッターにて、えー、午後10時22分にゴーンが悪いとかゴーンはいいとかで語るやつはアホ両方よくて両方悪い人は誰かの誤解の中で生きている速攻の反応は虫だけでいいと暴言を吐いてしまいました。 こちら、警察や検察、裁判所が問題にするのは人、人間ではなくて犯罪行為であります。犯罪を裁くために捜査や裁判が行われ、罪を憎んで人を憎まずが大前提で対応が捉えております。こちら、昨日の7時頃の写真なんですが、 インスタグラム村本さんのインスタグラムによれば、僕は酒を飲むと勇気が出てくるなどと発言をしておりますので、焼肉を食べながら酒を飲んでいた模様です。こちら、酔っ払ってまた暴言を吐いてしまっておりますが、もうそういった注意を何度もされているのに、全くですね、このような癖が治っておりません。村本さん、酒を飲むときは、スマホなどの電源を切って、 暴言は吐かないように対策を取っていただくようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました